こんにちは、ゆとなみやです。今日は暑すぎるのでクーラーをつけっぱなしにしてるんですけど、どうですかね。うるさかったらどうしようと思いながらも、暑すぎるので一回クーラーつけたままやってみようかなと思ってます。今日はですね、もう多分復帰されてるんかなって思うんですけど、ちなみに私本当に芸能ニュースとかあんまりわからなくて、ただリクエストいただいて目黒さんの今後みたいなの見てほしいって言われたので鑑定していきたいと思います。よろしくお願いします。今後か、でもなんか前もこの人のさ、この方の鑑定した気がするな。今後か、今後って何やろ。活動今どうなってんのかな。お休みしてらっしゃるのかな。完全復活みたいなのはしてないのかなっていう感じなんですけど、復活はい、できました。なんかこの方の今後については多分以前にもしたことがあるので、またちょっと違う視点から見た今後について、体調面だったりとか精神面的なところの今後について見ていけたらいいなと思って鑑定しました。
復活は目の前って、もう復活してるかもしれないですね。この動画が出る時にはもう完全復活されてるんじゃないかなっていうぐらい、復活は目の前ぐらい。ただとてもね、優しくて繊細な方だから、まあ、かなり無理はしちゃうタイプ、無理して戻ってくるタイプではあるかな。努力家だし、あんまり妥協しないで何でも頑張っちゃうから、しんどくはなりやすいかな。もう完全復活です。完全に全てがクリーンになって帰ってきますっていうのはまだ先にはなるけど、形状の復活は目の前って感じかな。ですごい背中がね丸まってらっしゃるので、本当にキャパオーバーなんだと思いますね。単純に仕事量もそうだし、あとなんか責任感も強い方だから、すごい責任を感じることがあったりだとか、自分がどうにかしなきゃいけないみたいなところが、そういう問題が結構あるのかもしれない。何個ももうちょっと考えきれない、頭爆発するっていうか、もう頭爆発したんじゃないっていうぐらいの量のいろんなことを考えたりとか、背負わないといけないみたいな感じになってるから、すごくしんどそうで、まあ、キャパオーバーだけど強引に頑張れるタイプではあるんですけど、ただ体が弱いってわけじゃないんですけど、なんかね、体の軸がすごい、なんかこれも弱いって言い方違うか、なんか細いんですよね、体の軸が。この軸が細い方ってどんなにむっちゃ頑張れるタイプでも、やっぱりどこかで限界がバンってくる、誰でも限界来ますけど、来やすいタイプではあるので、やっぱ程よく力抜いていかないと同じようなことになっちゃうかもしれない。軸が細いでも頑張れるタイプだから、まあ頑張れちゃってるっていう感じはしますけど、なのでなんか無理はしちゃダメみたいな感じですね。あと、何言ってたかな、そのリクエストいただいた方が言ってたのが、なんかそのドラマのスタッフの方がなんか言ってるから、現場がどうのこうのみたいな、現場の空気が良くないとか居づらいみたいな感じなんですけど、本当ですかみたいな感じで聞かれたんですけど、なんかすごい悪い現場だとは感じないし、そういうのってでも自分の目で見たりとか耳で聞いたりとかしたものしか人って信じちゃダメだなって私は思ってるからあれなんですけど、でも悪い風には感じないし、あとそういうなんかね、ドラマを作り上げるって多分すごいたくさんの人が関わってるから、絶対性格ある人っていると思うんですよね。クラスにでも絶対嫌なやつっているじゃないですか。みんないいやつなんて絶対にないし、特にこういうドラマとか作るところってね、いろんな他のテレビ局との争いだったりとか、いろんな競争社会じゃないな、いろんな競争の中勝ち抜いていったりとかしたり、なんかね、競い合ってるじゃないですか。そこでなんかマイペースにはいかないし、穏やかな人ばっかりじゃないとも思うし、だからいろんなスタッフの方がいるで普通じゃないかな。どこの会社にでも嫌な人もいるしね。だからなんやろ、でも別に悪い風には感じないかな。まあどこにでも本当嫌なやつっている、その現場にいらっしゃるかは知らないですけど、どこのグループにでも嫌なやつっているよねって思ったのと、あとなんか何やったかな、暑さにやられたんじゃないかなみたいな話になってるらしい、知らないんですけど、知らないんですよ、芸能ニュースわかんないんですけど。でもなんか前なんかの撮影の時もすごい暑い中やったけど、その時その撮影は乗り越えられたのに、今回なんで乗り越えられなかったかって言ったらみたいな、なんかそういう環境が良くなかったんじゃないかみたいなことを言ってらっしゃったんですけど、いや毎年夏の暑さって違いません？
去年の暑さと今年の暑さも違うし、こっちのなんか体の具合も違いません？同じ、全く同じ暑さってないし、なんていうかな、ね、1週間むっちゃ暑い日が続いてた今年はね、みたいな。去年は雨もあったけどね、そういうなんか気候の感じとかもあるじゃないですか、湿度とかもあるし、でなんかこっちもね、その前の夏の撮影の時にはすごい調子良かったけど、今回はちょっとあんまりなんかご飯食べれてないよねとか、ちょっと睡眠も取れてないよねっていうだけでも、なんていうのか、暑さに対する体制ってまた変わってくるじゃないですか。なんかそれもなんか別に前の撮影乗り越えられたからって今回も乗り越えられるっていうわけでもないんちゃうって普通に単純に思いましたね。でなんかなんかでもこの方ってすごい自分がしんどい時でも自分のことより周りのこと気にしちゃうタイプだから、そういう周り、自分の周りで起こってることにすごいアンテナ張って、一人でもね嫌な気にさせないようにみたいな感じで行動できる人だから、なんていうかな、彼の周りにいる方々って一番いいのはもう見守ること、穏やかに見守るのが一番いいと思う。なんかいろんな意見に対してそれは違うんじゃないとか、それほんまそれやったら腹立つなみたいな、もうそのやり取りを見ること自体がしんどくなっちゃうから、そういうことする方がマイナスかなって、占い的にはそう思いましたね。だから彼が今まで出たドラマの作品見たりとか、映画とかあるんだったら映画も見たりとか、そういうなんかいろんなね、 YouTube してるかとか知らないですけど、 TikTok とか YouTube とかなんかいろいろされてるんだったら、そういうのいっぱい見て再生回数上げてあげるとか、そういう穏やかに見守る応援するのがすごい彼のために一番なるし、彼が復活しやすくもなるし、なんていうかな、伸び伸びと彼が目指せるところを目指せるし、それをちゃんと応援できてる感じがする。彼のためにと思ってその外側でね戦ったりするのも一つのなんか戦いではある、一つのためになるのかもしれないけど、彼のこの方の性格とかを考えるともう本当にもう見守る、穏やかに、ザ平和、平和が大好き、平和主義な方だからね、こうそういう彼の活動を盛り上げるみたいな行動をたくさんする方がいいかなって、今後にもつながるし彼のモチベーションにもつながるし、めっちゃプラスやと思う。盛り上げたり、あとポジティブな動きが20丸って出てたから、ポジティブな動きをするのが良いのかなと思いました。そんな感じになってあります。なのでなんかいろいろ含めて大丈夫だとは思います。はい、では鑑定は以上となります。少しでもいいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日の動画は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。またね、バイバーイ。